こんにちは。今日の手さぎんチャンネルは、とあるところで買ったグミからキャンディーをちょっとご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。では、一つ目の商品をお願いします。次いっちに食べたいと思います。長いちぎれないです。無理。お味は？名称グミキャンディーって書いてある。では次の商品お願いいたします。ロールグミレインボーグミフルーツ、この種類のカラフルなフルーツフレーバー4個入り。4種類のカラフルなフルーツフレーバーだそうです。全部出すとちょっと長いので、ちょっとどっかにちぎってみて食べてください。お味はどうですか？はい。どんな味ですか？酸っぱいんですか？
はい、では次の商品に行ってください。袋にそれで書いてあったんじゃないですか。マシュマロなの？グミなのって書いてあったでしょ。全部出してみます。袋に書いてあったでしょ。マシュマロなの？グミなの？感触気持ちいコーラな味がしてます。では次の商品をお願いします。ラインナップの味の紹介お願いします。じゃあコーラ、サイダー、リンゴ、ブドウ、どれか一個味見してみてもらいます。どうぞ。何味ですか？そちらはコーラ。はい、じゃあお願いします。
だけど全部これキャンディーなんで、ちょっと全部食べるとちょっとあれなんじゃないですかね。意外と短いですね。なのでちょっとちぎって食べましょう。意外と短いですね。うん、ちぎって食べましょう。では食べてください。自信をしてください。グミっぽいけど、キャンディーとか袋にはちゃんと書いてありますからね。では次の商品をお願いいたします。やっぱこっち、いいですか。何と書いてありますか。お味は何味ですか。こちらが商品です。割っていいですか。割ってください。ベリー果肉入りって書いてあります。試食をお願いします。はい、お願いします。あくまでも個人的な感想なので何も言わないでください。では続いての商品をお願いします。逃げる。ナタデココマスカット。逃げます。グミです。こちらが商品です。
では本日のラインナップは以上となります。ではご視聴ありがとうございました。ではチャンネル登録もお願いいたします。他の動画も見てね。